Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. さらに高いステージを目指してチームの新たな戦いが始まります。この第一打席戦に勝って厚みをつけたいところです。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。ピッチとスタンドの距離が近く、アウェーを戦う対戦相手、ホームサポーターの強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。この時間は浦和レッズ対リファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。浦和レッズ対ビファーレン長崎、長崎は今日は強豪と呼ばれるチームとのマッチになります。まあ、フットボールは必ずしもチーム力の高いチームが勝つスポーツではありませんからね、はい、なので相手が強豪だからといって、クリスチャーノ、キーパーセーブ、こぼれます、残せるか、おっと、まあ、取らないですね。スナイデル、このボール奪いに行きます。キミッヒ、ここはカットします。ここはつながりません。エズガルジュニオ、さあつながるか、キミッヒ、ここは読んでいました。つないでる、浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。これはどうだ、さあボールはレバンドフスキへ、さあ打てるか、フリーで受けた、ビルロ、ここでマッチアップ、これはチャンスだ、シュート、このセーブ、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、ヘディング、キーパー、これよく止めましたね。難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたよね。キミッヒ、カウンターですよ、これは合いません。ビルロ、スルーパス来た、これは来たぞ、どうだ、シュート、
スター先制。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあ浦和先制、1対0です。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。なるほど。長崎としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。組み立てながら攻め上がっていく。レバンドフスキからピールロー、これは届くか、シュート、いやーパスを受けてシュート、しかし決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。スナイデル、クリスティアン、裏を狙っていきます。キミッヒ、ピルロ、今日の試合でアシストを記録しています。スナイデル、ここもしっかりディフェンスして奪って、決まった、追加点、立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。素晴らしいボールコントロール、ボールがゴールに吸い込まれていきました。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高いシュートを打てるのはやっぱり、シュート、笠原のセーブ、さあこぼれた、奥井、うわ展開早くなってきましたね。裏を狙う、リュカ・エルナンデス、このボールをカットします。ピルロ、長崎がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなげたいですよね。クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。スナイデル、多彩なキックの持ち主です。曲がっていいボール入りますからね。これはキーパー、裏へのスルーパス、クリスティアーノ、さあカウンターのチャンスになります。サイドチェンジ、さあここからの展開、キミッヒ、ここはつながりません。エジガルジュニア、アーチのようなパス、リュディが流れを止めます。そして今前半終了の笛が吹かれました。さて北澤さん、前半ご覧になってどう思われました。まあ、ごく一般的に言われるのは2ゼロは怖いことでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい、その懸命をどう取れるかですよね。浦和レッズ対ビファーレン長崎、それでは続けて試合を楽しみください。後半キックオフです。リードはされてますけど後半も早い。クリスチャーノ、ガーン、すごい反応を見せました。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。このピンチでしたがナイスセーブ、クリアです。さあ右へ預けて、ペドリ、ピルロ、キミヒエ、ペドリ、カットに行きます。エジガルジュニア、このパスが抜ける、シュートもあります、シュート、
ガーン。海王へ。さあクリスティアーノ、シュート、決めた。長崎、後半開始早々いきなりの1点。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。さあ長崎、あと1点というところ。この時間帯によく決めてきましたよね、はい、後半はまず1点欲しいという状況でしたからね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここで受けて上げる。ここはディフェンスの対応。シュート、押すと左をかすめていきました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。曲げたボールはゴールマウスから逃げていきました。このボールはカットされます。クリスティアーノ、絶好の位置で受ける。長崎としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。そうですね、流れをつかみたいところです。繋いでる。ジョアン・カンセロ、また中央へ。長崎としてはやっぱりもう点が欲しいわけですからね、ラインを押し上げてどんどんプレスをかけるべきでしょうね。ボールを取らなきゃしょうがないですからね。リュディガー、繋いでる。スペースを狙った。絶好の位置、ボールはクリア。繋いでる。カウンターですよ。エジガルジュニオ、これは届くか。さあ抜けた、これはチャンス。シュート、同点、長崎。この時間で追いつくことに成功しました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ長崎、冒頭同点に持ち込みました。いや、これは面白くなってきましたよね、はい、この1点を争う攻防はスタジアムを盛り上がりますよね。そうですね。ロナウジーニョからピールロ、シュート。いやー、これはナイスセーブ。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。キーパー弾く、体を張ったプレー。太陽、スルーパスを狙うと、これはつながりません。さあエジガルジュニオ、フリバリ、このボールに触ります。ロナウジーニョ、ペドリ、パスをつなげます。ロナウジーニョへ、ピルロ、ロナウジーニョ、どうする、上がる、奥い、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ラバは5本目のコーナーキック。 Coming on to replace him is
守備陣クリアの対応です。今のはいい攻撃でしたね。試合も終盤ですからね、これを続けて、まあ、決定機につなげたいですよね。エジガルジュニオへ、長崎カウンターを仕掛けます。このパスが抜ける、クリスティアーノ。長崎としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。ここからカウンター早いですよ。これは合いません。さあ最後の一押しになるのか。ピルロへ、ピルロからカンセロ、足元大事に行きます。ピルロ折り返す、頭で来た。ポーランドヘッドで狙いますがゴールならず。前線出てくる人数が多いですよね。裏を狙っていきます。このボールは繋がりません。対応せずあるから左へ。さあカウンターを仕掛けます。スペースを狙う、シュートレンジです。シュート、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。手元の時計ではもう時間がありません。アディショナルタイムは3分という表示です。ボールはロナウジーニョ、ここはつながりません。メッシーからホーランド、ピルロー、最後前線にボールを入れてきたんですが、ここで長い笛、2対2同点で試合終了です。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。長崎としては総合力で上を行くチームに対してよく健闘したと思いますよ。今日みたいな試合で引き分けに持ち込んだというのはね、大きいですよね。今後に期待したいと思います。はい、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツブへと叩き込むという試合展開でした。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。2対2ドローで終了しています。